日本共産党の宮本岳です。前回の質疑で私は大臣は法の趣旨そのものを理解しておられないのではないかという指摘をいたしました。それは本法案で新たに設置される新教育庁が教育行政における人事や教科書採択についての最終決定者であるかのような答弁があったからであります。その後の理事会ではこんな答弁を放置したままでは審議は進められないという議論になりましたけれども、まずこの点について大臣の答弁を求めたいと思います。下村文部科学大臣。今日午前中ですね、市域委員からこのことについての確認がありました。残念ながら宮本委員が出席されておられませんでしたが、もう質問された市委員は納得をされたわけでございますが、5月の9日のですね、この市委員の質疑において、教育庁は教育行政における人事や教科書採択については最終決定者であるとの答弁は誤解を招く答弁であったと。その真意というのは、質疑の中で総合教育会議における協議調整について市長と教育委員会のどちらが責任者であるかという観点から人事や教科書採択については教育委員会側に最終決定権があるという趣旨で、その代表者である教育長と答弁したものであります。すなわち地教業法改正案の第21条に規定する教育に関する事務の管理執行については教育委員会が執行機関として最終責任者であり、教育庁は合議体としての教育委員会の意思決定の下で具体的な事務の執行を行う第一義的な責任者であると、いうことで、質問された市員は今日納得を理解をされております。委員長。宮本岳君。誤解を招く答弁であったということを今お認めになりました。しかしこの部分を訂正するだけでは済まないんですね。で、14日の質疑で総務省の門山自治行政局長は地方自治法上独任制の執行機関は選挙で選ばれた首長だけでございますと答弁し、初等中等局長も私にあくまでも執行機関は合議体である教育委員会でございますと答弁いたしました。局長、間違いないですね。前川初等中等教育局長。その通りでございます。委員長。宮本岳君。ところがですね、同じく5月9日の質疑で地域委員が総合教育会議で首長と教育長の意見がぶつかり合って対立したとき最終的な責任者はどっちなのかと問うたのに対して、大臣はですよ、その一問前の問いに対してですけれども、それぞれが首長も執行機関教育長も執行機関ですと答弁されました。大臣ね、それぞれが首長も執行機関、これはいいでしょう。独任制の執行機関は首長だけだということで、しかし教育長も執行機関ですと、これは明確に誤った答弁だと思いますが、これも撤回いたしますか。下村文部科学大臣。さっきもですね、撤回なんか全然してません。誤解を与える答弁だったということでより詳しく説明を申し上げたわけでございます。その中で先ほど申し上げた通りでありますけれども、組長というのはですね、第一人称として使ったという経緯の中で、この教育委員会が執行機関であるということは他の場所でもきちんと私は答弁を何回もしております。その中で第一人称的な形で教育委員会を代表する立場として教育長と、いうことを申し上げたわけでありますが、当然それは執行機関は教育委員会であります。宮本岳君。誤解を招くという点では、先ほど大臣も執行機関はそれは教育委員会でございますとたった今述べられましたから、そしたら、教育庁も執行機関というのはこれは誤解を招く答弁だということはお認めになりますか。下村文部科学大臣。それは質問しているですね、市委員も納得された、地域委員も納得されたことでありますが、その対比としての中の話でありまして、その中で
その前後をもうちょっと読んでいただくと、って言いますかね、分かりやすいと思うんですが、総合教育会議の場で の話だったと思うんですね。その時に例えば教育長と市長だけの総合教育会議の場という意味での話の中の流れとしてそれが出てきたことだというふうに、記憶をしております。まあ、そういう意味での教育長というのは教育委員会をの代表という位置づけの中での話であって、もちろん教育長一人でですね、全て決められるというわけではなくて、あくまでも決めるのは教育委員会という、これは合議体であるということは、これは当然の話であります。委員長。宮本武史君。私が大臣が法案の趣旨を理解しておられないのではないかと申し上げるのは、実はここなんですね。この執行機関、執行権限がどこにあるかというのは、この法案のまさに肝に当たるところなんですよ。それでなるほど、教育再生実行会議で第二次提言でまとめられた段階ではですね、これはなるほど教育長、新教育長をこの合議体じゃなくて新教育長に教育委員会の 教育行政のですね、責任を持たせるという案が出されておりました。しかしですね、現に今ここに提出されている法案はそういうものではないんです。これは地教業法、旧地教業法23条24条は全く変わっていない。したがって、しかるべき執行権限、執行機関は合議制たる教育委員会なんですね。ですから大臣が、責任者責任者とおっしゃる、教育長が責任者責任者とおっしゃる、その責任者という意味はですね、最終決定者でもなければ、そういう意味での執行機関でもないんですよ。あくまで執行機関、最終決定機関は合議体たる教育委員会であって、その代表者ということなんですね。ところが、どうしても答弁ではね、そういう答弁が出てくると、はっきり、これは教育長も執行機関というのは、言葉通り言えば全く間違いですから、先ほど大臣自身も、執行機関は教育委員会だとおっしゃったわけですから。議事録にはその言葉通り出てるわけですから、これはどう考えても誤解を与えるものだと私は思いますが、そう思われませんか。下村文部科学大臣。宮本委員がですね、どう捉えるかということは宮本委員の判断なのかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、真意は質疑の中で総合教育会議における協議調整について市長と教育委員会のどちらが責任者であるかという観点から、人事や教科書採択については、教育委員会側に最終決定権があるという趣旨で、その代表者である教育長と答弁したものでありまして、繰り返すようですけど、総合教育会議の中の位置づけの中での教育長と、そして市長の位置づけの中での話なわけですね。でこれは地教業法改正案の第21条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が執行機関として最終責任者であり、教育長は合議体としての教育委員会の意思決定の下で具体的な事務の執行を行う第一義的な責任者と、そういう位置づけでずっと答弁をしております。委員長。宮本武史君。つまりですね、大臣におっしゃりたいことは、ここは首長も執行機関、教育委員会も執行機関ですと、こう言うべきであったと、そういう趣旨であるということですね。下村文部科学大臣。いや、意図的にねじ曲げているとしか思えない。私は総合教育会議の中での話です。総合教育会議の中で2人が出ている場合は、第一印象的に組長と、そして教育長、それぞれが執行機関という言い方をしているわけです。宮本武史君。いや、執行機関が教育委員会というのは明瞭ですからね。いいでしょう。そういうふうにじゃあおっしゃるわけですね。じゃあこれだけじゃありません。次にじゃあお伺いするんですが、教育委員会と首長、2つの執行機関、どちらが上かという議論が本委員会でも繰り返されてまいりました。整理をする意味で、これ、所中局長に聞きたいと思います。どちらが上ということがあるのかないのか。また首長が教育長に対して職務命令を出すことはできますか。
前川初等中等教育局長。上か下かという、アバウトな表現ではこれはお答えはできないわけでございますが、首長と教育長の間に職務命令を発することができる関係があるかということであればですね、首長が教育長に職務命令を発するということはできないということでございます。委員長。宮本武史君。首長から教育長に職務命令を出せないことは明らかだという答弁でありました。ところがですね、大臣は本委員会4月の25日、日本維新の会の田沼委員に対して、首長と教育長が任命するにあたってどういうふうな職務命令を教育長に対して通達しているかどうかということも問われると、まるで首長が教育長に職務命令が出せるかのような答弁をいたしました。これは明らかな誤りで撤回すべきではないかと思いますが、いかがですか。下村文部科学大臣。ご指摘の答弁は4月の25日、田沼院に対する答弁ですね、途中からでありますが、ちょっと読みますと、田村委員のおっしゃっている理屈はその通りだと思うんです。つまり市長が期待に応えられないような教育長をいつまでも在任させていいのか、それが地域住民にとってプラスなのかという視点においてはそれは問題だというふうに思います。そういう意味ではこれは同時にやはり市長の任命責任そのものがそもそも問われることであるというふうに思うんです。そして私は教育振興基本計画も含めて数値目標を明確にすることは、これは第三者から見てどの程度達成しているのかしていないのか判断する上においても重要なことだと思いますが、ただその時に教育長一人に責任を持たせることでいいのかどうかということは同時にやはり問われることだというふうに思います。その辺でのところのその後ご指摘ですが、市長と教育長が任命するにあたってどういうふうな職務命令を教育長に対して通達しているのかどうかということも問われていると思います。同時に市長が任命されたことについて議会の同意についても云々と、ここのところですね。ですからこれは正確に言えば職務命令ではありませんので職務ということについては撤回いたします。ただ市長が教育長を任命するにあたって自分の選挙公約はこうだと、あるいは住民に対しての自分の考えている教育政策はこうだということをきちっと伝えてですね、そしてあなたを任命したいと、いうことの意味で申し上げましたが、正確には職務とはこれは言うべき言葉ではないということで、この言葉自体は撤回いたします。委員長。宮本武史君。撤回が確認されましたけれどもね、大臣、これはね、あなたがですね、自ら文科大臣に任命された時の体験をね、念頭にこういう答えになってるんじゃないかと僕は推測するんです。なるほど、文科大臣は総理の指揮監督下にありますね。したがって任命時に指示書というものを総理から渡されたはずであります。しかし教育長は全く違うんですね。そういうものではありません。教育長に対する指揮監督権限は首長にはないわけですから、そういう職務命令というものは発することはできないはずであります。で、そういう点ではここもやっぱり非常に、不正確な理解だということを私は指摘せざるを得ないと思います。誤解を招くという点ではまだございます。同じく4月25日田沼委員の質問に大臣は教育委員会における執行機関としての権限については最終的に教育長が判断すると述べられました。つまり最終的には教育長が判断すると、こういう答弁なんですね。で、教育長は最終決定者であるというこの前の地域議員の質問に対しては誤解を招くものとお認めになったんですから、最終的には教育長が判断するというのもこれは誤解を招くものであるのは私は明瞭だと思いますが、そうじゃないですか。下村文部科学大臣。何をもってかということで、法律上一般論としては教育長だけが判断できるものではありません。ただ先ほども質問で出ておりましたが、例えば総合教育会議をですね、緊急に開くと、この場合に組長と教育長だけで
開くということはあり得るわけですね。でこの時には、まあ、教育長に対して、代理教育委員会の代理としてですね委任をすると、まあ、いうことはあるわけ でその時に事後承諾としてこういうことを決定したと、まあ、いうことを教育委員会に報告するということはあるわけでありまして、まあ、そういうことについてはあるわけですから全くないとは言えませんが、まあ、基本的には教育委員会は合議制ですから教育委員会の合議制の中で決めるということであります。宮本武史君。首長と教育長と2人で開くことがあるということを、まあ、繰り返しね、答弁する。前回もそういうことがあるから最終決定者と言えるんだとおっしゃるから僕はむしろそれが大問題だということを申し上げた。だから先ほども2人でやる場合にその場で判断するとおっしゃるけれども、もちろんその判断はですね、まあ、その場で一応教育委員会を代表して出てる教育長が教育その場での、まあ、一定の判断はあるにしてもですね、これはもちろん教育合議体としての教育委員会に諮ってここで決定すべきものでありますから、首長が独任制の執行機関として教育総合教育会議でその場で判断するというのと全然意味合いは違ってくると思うんですね。それはそういうことでしょ。下村文部科学大臣。まあ、それはいろんなケースがあり得ると思います。基本的にはですね、事前に教育委員会に諮って総合教育会議における調整協議内容について教育委員会の意向をもって教育長が代表して一人でですね、組長と総合教育会議の中で議論するということを、つまり二人でですね、ということはあり得るというふうに思いますが、一方でいじめ等緊急の場合には事前に教育委員会に諮れないと、まあ、いうことはあり得る話です。でそういう場合において、じゃあ事前に教育委員会で合議してないから決められないのかということではないと、これは委任としてですね、教育長に判断をしてもらうということで、しかし事後の報告はしてもらうということですから、その場で教育長がすべて持ち帰らなければ判断できないということではないと、まあ、いうことであります。委員長。宮本武史君。前回も議論しましたけど、対抗その他基本的な事項とかですね、人事とかですね、そういうものはそもそも委任が認められ、教育長に委任することは認められていない。今回の改正案でも委任はできないですね。だからそういうものについてはもちろん持ち帰って合議体で確認すると。もちろんあらかじめ事前に案が示されてあらかじめ合議体で決めて臨んでいる場合はそれはいいですよ。でもそれは判断は教育委員会がやったというわけであって、判断をやったものを持ってきただけ、代表して持ってきたというだけの話であって、最終的な判断者ということにはそれはなりません。で大臣はですね、先ほどの田沼委員とのやり取りは繰り返しですね、判断ということについて教育長が判断するということを述べておられまして、もう少し後のところでも、教育委員会における執行機関としての権限については最終的には教育長が判断すると、こうも述べているわけです。最終的には判断すると述べているわけですね。最終的にはですよ。で私ね、これはなかなかこの非常に疑問の余地のあるというか誤解の余地のあるご発言だと思っておりまして、教育委員会で例えばその反対があったとしてもですね、また教育委員会の体制が反対したとしても最終的には教育長が判断するかのごとき誤解を与えると思いますが、そういう趣旨はないですね。下村文部科学大臣。まあ、基本的には先ほど申し上げているとおりでありますが、まあ、教育委員会は合議体ですから合議体として判断するということであります。委員長。宮本武史君。いくつか今日は挙げましたけどね、こういうふうにこう本当に大臣自身が合議体としての教育委員会で、今回の法案では確かに教育長というのは新教育長というのは教育委員長とそして教育長と一体化したものとしては置かれているけれども、そしてそれをあなた方は責任者と呼んでいるけれども、当初、教育再生実行会議が打ち出したようなですね、まあ、教育合議体制の教育委員会を横に置いた上での、まあ、独任性の執行機関のような強力な教育長、新教育長の責任者という意味とは全然違うんです。責任者という意味は、これまでの教育委員長と教育長と一体化させたということなんですね。もともと教育委員長というのは
独任性の執行機関でも何でもないわけです。教育庁というのも事務の責任者ではありますが、これもちろん独任性の執行機関でも何でもありません。そういう教育委員長とそういう教育長を足してみてもですね、突然新教育長がそのような強力な独任性の執行機関になり変わるような権限を持つことはありえないわけですよ。だからせいぜいその代表するとか、あるいは事務の責任者である従来の教育長の権能を受け継ぐとかいう範囲のことなんですね。だって地教業法の教育委員会と首長との権限を定めた現行23条24条改正案で21、22条というのは一切変わってないわけですから、やっぱりそこははっきり垣根があるわけなんですね。でそこがごっちゃになって至るところでこういう不正確な答弁が出ていると。だから私は大臣は法案を理解しておられないのではないかということをご指摘申し上げた次第なんです。今朝の理事会で私の反対を押し切って、与党及び理事会派は本日の質疑終局採決を決められました。しかし今日の質疑でも明らかになったように、そもそも大臣自身が自ら提案している法案の内容にですね、まあ、誤解を生むような答弁や、あるいはまあ撤回、今日も撤回という言葉を使われましたけれども、そういうことが必要なような答弁に終始しているわけです。しかもですね、立法趣旨さえ疑わしいと私は言わねばならないと思っています。日弁連は去る4月18日教育委員会制度改革に関する意見書を発表いたしました。そこではあなた方の責任の所在の不明確さという指摘について、そもそもその趣旨が不明であると述べ、教育委員会教育長並びに教育委員長の権限及び責任は地方教育行政法において明確に定められていると指摘した上で、そもそも改革の必要性を裏付ける立法事実の検証が十分になされているとは言い難いと断じております。現に14日の質疑で私が現行と新しい法案と責任体制を明確にすると言うけれども、全く同じではないかと取ったのに対して、大臣は分かりづらさについての整理を行っただけだとこう答弁をされました。掲げた立法趣旨さえ疑わしいと言わなければなりません。そして責任と権限の所在は何の変更もないにもかかわらず、実態的には教育委員会の権限を弱め、首長の教育行政の政治介入を進めようというよこしまな企みではないかと指摘せざるを得ないのです。だから大臣はですね、新教育長を最終決定者だとか、首長が教育長に職務命令を出せるとか、法案とさえ矛盾するような誤った答弁を繰り返してきているわけであります。このような法案は断固廃案以外にないということを申し上げて、私の質問を終わります。